セリーグ奪三振ランキング、謎の外国人が1位になる。こちらすでに貼られたランキング、グリフィン選手が1位、その他中日の選手がランクインしております。誰やねん。なお勝ちがつかない模様。中日の先発陣エブクテクサ。中日ぶっちぎり優勝だろこれ。中日の先発陣すげえチームも強いんやろな。奪三振数など無意味だとよくわかる。中日投手陣こんだけ三振取りまくってたら投手をすごいことなってそう。この中日というチームは首位爆走してるんやろな。これだけ三振取ってて無縁墓ってことか。ちょいちょいいなくなるのにそこにおる大瀬良もなかなかやな。中日はピッチャー早いんよな。完投しないと勝ちがつかないことにまだ気づけないのがね。 NPB をなめてるというか、7回投げ切るし普通にメルセデスより優秀や。ただ他の外国人がアンチやからメルセデス残しててもよかったな。グリフィンの直近2登板両方とも7回1失点なのに勝ち星ついてなくて笑うわ。奪三振1位がおるとかやるやん。巨人きっと優勝争いしとるんやろや。この人初登板の中日戦見た時にもうすごい投手って分かったわ。内野守備軽視やから三振取らんとあかんからね。ご視聴ありがとうございました。